はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、モノ色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃佳です。どうも。見て左目、また目腫れたんだけど、左だっけ、無理無理、また目腫れた、目がチコってるよ。無理やり飽きたら、ここまで。だいぶやばめだねって。でも前の時よりは全然腫れてはないのよ。そう、でもちょっと右よりは腫れちゃった。だがゆいよ。目薬、サザナ目薬。そう。そう、今日はちょっとね、何かとバタバタしている日なので、ちょっともう今。短めに配信しておこうかなと思って。さあ、眼帯もつけるって。あ、ううん、つけないつけないけど、あー、かゆい。え、だって劇場で眼帯つけるの？え？そう、まあ、それまではつけてたとしてもね、劇場は多分つけないので。ちょっと一回移動していい？座りたい。公園で眼帯つけたら距離感狂って事故りそうってね、危ないよね。そうなのよ、危ないのよね。でも売るまでに治ればいいな。かゆいよ。寝てる間にこすっちゃったのかしら。うん、やっぱり画面越しでも赤く見えるねって。ねえ、かわいいね。ピエン。いっぱい目薬さすわ。ピリピリ。
マスク似合うじゃんって、ありがとう。似合う？衣装でマスクつけてあんな激しいダンスして苦しくなかったって。苦しかったよ苦しかったよ。みゆちゃん代わりにサイリン必要だから、みんな気をつけて頑張ろうねってね。ほんとみんな早く元気になりますようにだ。ね、劇場大西も頑張ろう。寝た、今日さ寝ててさ、普通にね、さっきまでで、なんか夢見てて、結構激しい系の夢やったのよ、なんか。で、なんかいろんなこう過程があって、で、よし今からみんなで力を合わせて戦場に行くぞみたいな。で、そう、大西はみんな、あれメンバーやったのかな、なんかいっぱい女の子がいて、メンバーがなんかその電車みたいな車みたいなやつに乗ってて、で、大西はみんなより一個手前か奥かの戦場に行く予定やったのよそうで、だからでもそれ乗ってもいいって聞いたら、みんな怖いみたいな感じで、大西もあれだよ、ママな気するけど、ママと一緒に乗って、でこう、そう、電車のなんか椅子かなんかに座って、で携帯見て、でよし、みんな頑張ってくるようにしみたいな感じで携帯開いたの。だからね、時間が0時06って書いてて、そう、夜の12時6分やったのよ。そうで、あれみたいな、12時6分ってなって、そう、12時6分、え、待って、西昨日ショールームしてないかもと思ってその瞬間に普通に現実でもバッと起きて、待って、大西昨日ショールームしたっけ、あれ待って、してなくない、あれしてないやんみたいなあれショールームしてないやん、え、待って、やらかした、あ、待って、昨日だって眠たかったもんなみたいなそう、そっか、振り起こしとかしてたから、ほら晩ご飯食べて、振り起こししてお風呂入って寝たやんみたいな。寝起きの頭で考えて、あ、でもご飯の後にやったよな、なんかご飯の後にちょっとだけ配信やったよな、あ、ほら、なんか眠いとか言いながらやってた、あ、よかった、やったわと思ってもう一回寝たそう、久しぶりになんかあんな飛び起きた今日そう、なんか夢そこから面白そうやったのにさ、悲しかった。そうなのよ。
12分か。もう配信終わったらすぐ出よう。うん。そう、いやー、なんか楽しかったわ。でもその夢が、そう、なんか駅のホームとかやったのよ。エイペックスでもやってたんか。荒野行動この間してたからその夢見たのかな。そういうことかな。もしエイペックスもね、前やったことあるのよ。あれタダでできんやろって聞いて、そう、APEX ってタダでできるんだよって聞いて、えっと思ってやってみたけど難しすぎてやめた。いや、慣れたら楽しいんやろうけどさ、西は荒野行動の方が得意だわ。そう、 APEX ってみんなやったことある？そう、なんか銃撃つゲームなんやけどさ、エピックスって、そう、なんか、うん、なんかあれは画面がよく動くからやりにくい。難しい。そうな。荒野行動はなんかそんな動かないのよ、視点が。だからあっちは酔わない。そう、なんか画面綺麗だったり鮮明にヌルヌル動く画面のやつもし酔っちゃうねんな。なんかあ、20年前のゲームって64やって、ん？持ってなかったっけって。持ってないと思うけど、20年前のゲーム、もし4歳、4歳ってゲームしてたっけ。おにしゲームあんまりやらなさそうって。ゲームはするよ、うん、お兄ちゃんが昔からねゲームよくやってたから。そう、西のちっちゃい時はポケモンとポケモンのゲームで育ってきたから、そう、マリオカートとかも好きやった、みんなでやって、うん、お、15分経ったね。家でやんな。痛いね。そろそろじゃあ私はお家を出て向かいます。今日はいろいろやることがあって、どれから手つけようかなってなんか感じだ。頑張ります。じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がフッソアットマークただの桃月さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。
そして6位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がリッピッピーアットマーク月末やでさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がえにょアットマークももかへの愛さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がはるかな思いさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がひかる 400X さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がおまめさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、ああもうほんと左目がさ、目ばちこってるね。なあ悲しい。触らないようにねって、うん、触らない。ああ気をつけるわ。よし、じゃあ行ってくるわ大西、そろそろ。ではじゃあこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。行ってきます。